どうもこんにちは、こんばんは、きなこと申します。ホワイトアルバム2パート72やっていきたいと思います。前回のパートはですね、せつなちゃんがまた柳原ともちゃんに絡まれて、なぜか電話番号を交換させられるという感じで、ともちゃんに、お詫びとして、お弁当をあげたせつなちゃんなんですけれども、ともちゃんからも、もらって、なぜかもらって、しかもその次の日になぜか一緒にご飯を食べるという、お昼を食べるという、そんな感じの回でございました。で、それについてはるきくんにね、愚痴をこぼしながらも、ちょっとお電話で楽しい時間を過ごしていたような感じのところまでやっていきました。では続き進めていきたいと思います。だってあなた、昨日だって入ったの明け方だったでしょ。今朝お洗濯に残り湯を使おうと思ったら暖かくって。ちょっと、人が電話してる時にそんな話しないでよ。それに来週から試験なんでしょ。なのに毎日長電話して。ちゃんと試験勉強だってしてるから心配しないで。ほら、出てって出てって。とにかく今日は早く切るのよ。電話代だってバカにならないんだから。そんなの私の勝手でしょ。自分で払ってるんだから口出ししないで。お父さんからもらったお小遣いでね。とにかく夜更かしはやめなさい。もううるさいな。あ、ごめんね、はるきくん、話の途中で。バイトをしたらいいんじゃないと思うんだけどね。バイトしないのかな。いや別に、それよりいいの。え、何が。いや、お風呂。大丈夫、毎日ちゃんと入ってるから。でもずっとつけっぱなしだとガス代が。だからそんなこと心配しないでいいんだってば。それと女の子のお風呂の話を引っ張らないの。あ、いやごめん。ううん、こっちこそごめんね。恥ずかしいことを聞かれちゃったね。いやそれは別に。さてと、じゃあ今日もお願いします、北原先生。今日は別の曲に挑戦してみようかなと。実はさっき部屋から昔の楽譜を発掘してさ。何、楽しみ。それじゃ。にしても、あるところには溢れてるんだよ、溢れてるんだな、親子の情愛ってやつは。まあ、はるきくんがその親に対してね、お互い興味がないっていう話をしておりましたけど、まったくもう、せつなったら急にわがままになっちゃって、なんだか昔に戻ったみたい。昨日俺朝4時まで勉強してたけど、俺が寝るちょっと前までずっと電話してたぜ。え、そんなバカな。本当だって。寝る前にトイレ行ったらさ、姉ちゃんの部屋から明かりと声が漏れてて。高弘がそんな遅くまで勉強してるなんて、まるで受験生みたいな。そっちにびっくりして。4時まで勉強することないけどな。いやでもテスト前だったらあったかもしれない。母さん、俺一郎くらいならいいよね。それにしてもせつなの方はちゃんと寝てるのかしら。今さら発情期ってのもな。ほんとあの二人っていつまでも仲いいよな。まあ、あの子が明るいのが救いだけど。あの調子だとさ、大学卒業したらすぐ結婚したいとか言い出すんじゃない。それならそれでいいんだけどね。母さんはそうかもしんないけど、父さんは大変なことになるだろうな。前みたいに隠れて泣いてられるよりは、そのくらい言ってくれる方がよっぽどいいよ。お母さんは全て気づいているんだな。というわけで、見果てぬ夢でした。すごいすごい、今日練習始めたばかりとは思えないよ。
それでも5カ所ほど閉じてたけどな。ううん、よかった。ほんと、どんどん上手くなってるよ、春樹くん。まあ、一応昔練習した曲だし、なんとか指先が覚えてたみたいだな。文化祭のもっと前ってことなのかな。とはいえ、思い通りに指を動かすって領域には全然たどり着いてる気がしないけど、確か1日10時間本気で練習すれば短い期間でも余裕で弾けるようになるはずだったっけ。あいつに言わせればまだまだ努力不足ってことか。他にはどんな曲があった？私の知ってるのが多いといいな。ま、その辺は明日以降のお楽しみってことで、一応20曲くらいの楽譜は出てきたし。そうなんだ、楽しみ。でも何？そんなに新しい曲ばかり練習してたら、春樹くん勉強する時間がなくなっちゃうね。え？来週から試験なのに、そこまで無理なんか言えるわけないよね。それはごめん。その春樹くんの都合を考えないで、勝手なことばっかり。刹那、試験終わるまでは自重しなくちゃいけないよね。ああ、わがまま言っちゃいけないんだよね。電話かけたら、声聞こうなんてしたら、一緒に勉強すればいいんじゃないか。今日も始まった。さっきまではしゃいでたはずなのに、何かのきっかけがあると急に自己完結して落ち込んでいく思い出しへこみ。いけないんだよね。こんなに遅くまで電話してたらいけないよね。明日も大学あるのに。こんな夜中にギターなんか弾いてたら、お隣の人迷惑だよね。もう切らなきゃいけないよね。毎日こんな長電話してたら、春樹くんの電話代大変なことになっちゃうよね。毎日毎日そんな風に、俺が自分の欲求に応えることで、俺自身や周囲にかかる負担に思いを馳せ、刹那の人を思いやる心が悲鳴を上げる。めんどくさい女の子だね。優しいからこそ陥るジレンマ、刹那だからこそハマる落とし穴。あのさ、刹那。でも大丈夫。ダメかな。何か？今の俺には治療法が分かってるから。試験期間中電話したらダメかな。刹那の声聞きたいって言ったらダメかな。それは私は全然構わないんだけど、でも春樹くんは。なんて、治療法なんて大応用なものじゃない。ただ根気よく諭すだけ。俺なら大丈夫。刹那が聞いてくれようがくれまいが、練習を欠かすつもりはないから。どうして？どうしても何も、楽器って毎日弾かないと一気に腕が落ちるから。そうなんだ。刹那のせいじゃないんだって。3年のブランクを少しずつ取り戻してるのに、ここでまた練習やめたら元の木阿弥だし。俺が頑張るのは、俺がサボるのは、俺が実りのないギターの練習を続けるのは、刹那のせいなんかじゃないって何度も何度も繰り返すだけ。ま、俺が勝手にやってることだけど。でもさ。ん？結局それって私のためなんだよね。まあな。そして正直に認めるだけ。刹那のせいじゃないけれど、刹那のためだって。刹那の気を引きたくてやってることだって、刹那のこと好きだって。私に聞かせるためだけに、春樹くん一生懸命練習してるんだよね。今のところ他に聞いてくれる客もないし、ついでに聞かせられる腕もない。期末試験手抜こうと思ってるんだよね。まあ
できる範囲で一生懸命やるけど。でも大丈夫、もう必要な単位は取ったから落第することはないし。私もとっくに進級は確定してる。お互い頑張ったよな。だったらさ、俺たちだってご褒美として少しくらいサボったっていいだろ。タケヤにもやっぱり呆れられた。俺の探し物の内容と俺が探し物をしている理由があまりにも稚拙に過ぎるって思ったらしかった。刹那から先の勢いを借りての電話があったこと、荒れる彼女を慰めるためにギターの音色を聞かせたらいつの間にかおとなしく眠ってくれていたこと、それ以来刹那は毎日電話口で俺のギターが奏でる拙い子守歌をねだり、そのくせ二人ともひどい夜更かしを繰り返していること。だから俺はこれからもずっと刹那を安心させてあげたくて新たなレパートリーを模索しているということ。俺がそんな恥ずかしい数日間を白状するにつれ、あいつは心の底からのため息をつき上がった。なんだそりゃ。お前らは校庭の外れにある大きな木の下で女の子の方から告白して付き合い始めた中学生か。早口。これでも飛躍的な進歩だよ。年末に1000歩くらい交代した時と比べればな。前々からお前らはもどかしいって思ってたけど、ここまで足踏みばっかだともう少女漫画だよな。それもずっと昔の目の中に星のあるようなやつ。目の中キラッキラなやつね。恥ずかしいこと言うな。お前ら二人が言ってることの方がよっぽど恥ずかしいわ。なあ春樹、お前いつまでそんな待ちを続けるつもりだよ。ずっとだよ。刹那がもう一度前に進もうって気になってくれるまで。それで刹那ちゃんはいつお前と向き合うんだ。それかいつ諦めるんだ。さあさあって。お前決めたんだ。俺何を。刹那が俺とのことにはっきり結論を出すまでずっと待ち続けるって。それまでは刹那が求めてることも刹那が逃げてることも何でも受け入れるって。刹那の言うことを全部肯定するって。それ下手したらいつまでも何の結論も出さずにダラダラと今の関係を続けるってことにならないか。そうなったらそうなったでいい。とにかく俺の焦りを刹那に押し付けたくない。この前はそれで傷つけてしまったんだから。そんな生殺しいつまで耐えられるんだよ。少なくとも3年。刹那が今まで苦しんだ分くらいは最低ノルマかなって。お前はそれでもいいかもしんないけど、それって刹那ちゃんにとっては3年プラス3年だぞ。お前あの子に6年待たせるつもりか。お前のやってることって彼女のためとか言いながら結局は。どうした。見つけた楽譜。よかった、やっぱ捨ててなかった。6年は長いですよね。しかも大学高校から考えて大学社会人と一番なんか青春って感じの6年。そうかよ、それはおめでとう。ああ、サンキュー。これでまた刹那に新しい曲を聴かせられる。勝手にしろ。竹谷が怒ってる。俺の指先が止まるとそこに静寂が割り込んだ。夜中の演奏会が始まって1週間、初めてノーミスでホワイトアルバムをクリアできた瞬間、拍手も賛辞も忘れ電話口の向こうで刹那が沈黙した。刹那、もしかして眠って。本当に
いかけた俺にやっと届いた小さな声は少し鼻にかかってた。明日も明後日も試験が始まっても終わってもこれからもずっと電話してくれるんだね。ああ、刹那がもうかけてこないでって言うまでは。電話代大変じゃない？今定額通話のいいのを探してる。見つかったら一緒に契約しよう。毎日たくさんの時間取られて毎晩夜更かしして辛くない？バイトも必要なものだけに整理したし、自分の時間の使い方もいろいろと見直した。刹那との時間をたくさん取れるように。毎日電話してほしいなんて、そんなわがまま言う女の子のこと呆れちゃったりしない？しない。好きな女の子のわがままなら。ストレートだね。今までの反省を踏まえてね。竹谷の言う通り、古臭い漫画みたいだってわかってる。旗から見たら恥ずかしいにも程があるって、現実的にありえないって十分理解してる。けど俺たちがここにたどり着くまでの道のりは、そんなご都合主義とは全くの正反対だった。ここまで読者の期待を裏切り続ける彼氏役なんて、とっくに物語から弾き出されてるか、物語そのものが打ち切られたっておかしくなかった。ありがとう。私とっても嬉しい。本当に嬉しいんだよ。うん。けれど主人公が美少女で学園のアイドルで、本来なら主人公のライバルに収まりそうな高嶺の花の女の子が。でも私、その。いいよ、ゆっくり考えてくれれば。ごめんなさい。気持ちはとっくの昔に決まってるの。あとはそれを伝えるだけなのに。勉強しか取り柄のない平凡なくせに移り気な、本来なら目立たない脇役に収まりそうな普通の男の子にいつまでも引きずられていたから。だからいいんだって。分かってる。もともと俺の蒔いた種だし。本当にどうしようもないね。私、俺たちはそんな作者が方向性を見失った誰にとっても不幸な長編漫画の主役カップル。いい加減誰かが軌道修正しないと、今度こそ読者に見捨てられ打ち切りになるって誰もが分かってる。でもじゃあ誰が軌道修正をすればいいのかって。ねえ、本当にいいの？春樹くん、こんなひどいわがまま全部受け入れちゃって。いいんだよ、それが俺の望みなんだから。作者であるはずの運命の神様はとうに物語を投げ出し、これからの展開をキャラクターに預けてしまってる。あなたの気持ちだけ言わせて、あなたに負担ばかり求めて、自分は何も差し出さない、こんな悪女なのに。でも俺にとってかけがえのない世界でたった一人の悪女だ。だから何が何でも受け入れるよ。ちょっと不良っぽいライバルは第一部で退場してて、今後この物語に関わってくることはないだろう。そんなこと言われると私なくわがままになっちゃうよ。なっていいんだって、刹那。何もかも自分の思い通りにしたくて、どうしようもなくあなたを困らせるかも。次はどんな理不尽を言い出すかすごく楽しみにしてる。そうやってあなたをつなぎ止めたまま、ずっとどこにも行けずに立ちすくんだままかも。そして主人公は第一部の劇的なだけの展開と第二部での作者の瞑想と停滞のせいで、すっかり物語を転がす元気を勇気をなくしてしまった。でもずっと待ってる。でも別にそれでいいじゃないか。今さら手こ入れなんてしなくて構わない。
どうせ誰も読んでないんだ、こんなグダグダな漫画。だったら残された登場人物だけでゆっくりと少しずつしか展開しない停滞した物語を紡いでいけばいい。誰が読んでも面白くなくていい。みんなに見捨てられ惰性で長期連載するくだらない漫画のままでいい。だってそれなら誰も傷つかない、きっと安らかなままで過ごせるから。それがたとえ囚われたままだとか生殺しとかそういう類のものであったとしても、主人公が傷つかないのなら脇役はそれでいい。そうやって俺たちはファンも作者もライバルキャラも介入することのない展開の止まったままの物語の中でいつまでもこそばゆいキャラクターを演じ続ける。俺待ってるから、刹那。うん。だって主人公が前に進むのを怖がっているように、実は脇役である俺こそが前に進むのを怖がっていたから。ごめんね、ありがとね、ハルキ君。謝る必要なんかないって。謙遜でも照れ隠しでもない、本当に謝る必要なんかないんだよ、刹那。だって俺は待ってるだなんて心の広いことを言ってるふりして、ただ打ち切りの危機から逃げてるだけなんだ。主人公に二度と会えなくなるかもしれないなんて、そんな絶望的な急展開を避けてるだけなんだ。いいのかな、これで。それでね、昨日弾いてくれたのはこれまた昔の曲だったんだけどね、尾形英二の、覚えてるかな。というわけで今回はこのあたりで終わっておこうと思います。見てくれた方ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント等いただけると嬉しく思います。ではまた次回のパートでお会いしましょう。バイバイ。